んにちは、パンちゃんです。こんにちは、花子です。好きなものは竹です。うどんです。独り言かと思ったらパペットだったのね。花子が壊れたのかと思ってびっくりしちゃった。いえ、花子とパンちゃんです。別の人物です。明日の朝ごはんは何にしますか？うどんです。あ、間違えた。パンダさんはうどん食べないわね。難しいな、腹話術。日国堂さん目指して頑張れ。さて、もうお休みの時間ですよ。はい。花子、こんなお話はどう？友達、腹話術の人形。地震のニュースを見て、子供の頃の奇妙な友達のことを思い出した。俺は子供の頃、両親共働きで鍵っ子だった。今で言う学童みたいなところで遊んで帰って、親が帰ってくるまでの家に一人でいるのはだいたい1時間くらい。そしてその1時間が俺と友達との交流の時間だった。ただいま。友達、それは両親が古道具屋で気に入って買ってきた腹話術用の人形。美形でおしゃれな人形で、人間で言うと15歳くらいの見た目かな。すごくおしゃべりなやつだった。和室のタンスの上が彼の指定席で、俺が来るとクイッと足を組んでその上に両手を置く。おかえり、キイチ。今日は学校どうだったんだい？うん、普通だったよ。給食全部食べれんかったけど、多すぎた。へえ、君はお菓子は全部食べるのにご飯は残すんだね。それはいけないな。彼は超気取り屋で超キザっぽいやつだった。だけどいつも俺にいろんな話をしてくれた。僕が劇団にいた頃は王子役が多かったんだけど。そうだね、今日は白雪姫の話でもしようか。うん、それでもいいけど、ねえ、他に違うお話ないの？白雪姫の始まり。だいたいいつも話すのなんて彼の体験談が多くて、昔演じた劇のお話とかをしてくれた。おかげで俺はろくに本を読まないのに童話にはすごく詳しくなった。ほんの短い時間だけど、親が帰ってくる前、一人ぼっちにならずに済んだのは心強くて、ただいまって帰れるのも嬉しかった。そんなある日、いつも通りに奴と他愛のない話をしてたんだ。だけど突然、彼はおかしなことを言い始めた。さて、そろそろ僕たちもお別れだ。キイチにはやらなきゃいけないことがある。遠足の準備をしな。え、遠足？今から？準備だけね。ありったけのお菓子をリュックに詰めて、お布団の近くに置くんだ。大事なものもリュックに入れて、いつでも遊びに行けるようにね。どこに行くの？なんで？本当に？そうさ、遠足だ。汚れてもいいように着替えも近くに置いとくといいね。君も一緒に行くの？僕？僕も行くよ。でもキイチとは違う。うん、ここより面白そうなところだ。うん、君より面白いよ。へえ、遠足行きたい。準備しよう。まだ子供だったし、単純に嬉しくなって、俺は張り切ってリュックサックを用意した。家にあったお菓子を詰められるだけ詰めて。まあ当時の俺はちょっと変な子供だったからね。人形と普通にお話しするような子だったわけだから。母親は普段から俺の変な行動に慣れてたし、リュックパンパンに詰めてるのも、まあいつもの気候だと思ってくれてたみたい。そして夜、眠りについた。これが彼と会った最後の夜だった。キイチ、起きろ！起こされ寝ぼけていると、いろんな音が聞こえた。なんだか周りが揺れてるみたい。バタバタと慌てる両親。俺は抱えられてリュックサックと共に表に連れ出された。そう、地震だ。キャ
安全なところへ逃げるんだ。眠気も吹っ飛び逃げる俺たち。しばらく経って地震が落ち着くと、何もかも大変なことになっていた。本当に大地震だった。町中は甚大な被害を被り、瓦礫と化した。自分の家も半壊の状態。俺は友達がどうなったのか気になった。いくら探しても、俺の大事な、キザで美形な、彼は見つからなかった。服の生地の一辺すら、どこにも見つからなかった。僕も行くよ。でも、キイチとは違う。うん。ここより面白そうなところだ。うん。君より面白いよ。彼は、面白いところへ行けたのかな。僕を怖がらせないように、最後までキザなかっこいい友達だった。はい、おしまい。この見た目も話し方もかっこいいお友達は、去り際もかっこよかったですね。この主人公の男性も、きっとずっと彼を忘れないでしょう。とてもいいお友達でしたね。パンダちゃんもいいお友達になれるかしら。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。